南方熊楠は1867年和歌山県和歌山市に生まれ、博物学者、生物学者、民族学者として有名な人物です。幼少期から驚異的な記憶力を持ち、100冊を超える本を見て、それを記憶から書写するという能力を持っていました。その後熊楠はイギリスに渡って大英博物館で研究を進め、多くの論文を著し、国内外で大学者として高く評価されました。特に植物学の分野では数度にわたって変形菌の目録を発表し、新種を発見して36種しか記録されていなかった日本の変形菌症に178種を追加するなど、変形菌研究の歴史に多大な功績を残しました。